にちは。今度新しく出るジブ、シーフラーコントロールから出るジブなんですが、スパンキー、2枚塩に特化した、あの飛びがよく横に飛ぶジグになります。特徴はこのキールランなんですが、これが僕らが振った時に感じるのが潮離れがいいっていうイメージがあるんです。でまず落ちる時に2枚以上を切りながら落ちて、引いた時に横へジグが飛びやすい。で竿にも負担がかからなく扱いやすいジグになります。でどうしてもその2枚以上3枚以上の時にポイントに必ず落としたい、着底を感じたい時にこのジグは使ってもらいたいです。で、あとはそうですね、普通潮が緩い時でもポール姿勢がこういったポールなので、横を向けた段階でポールを始めます。この横のポールはうちのジグになかったポールなので、一つのアイテムとしてすごく使いやすくなると思います。はい、シーフラコントロールです。よろしくお願いします。